初日きょうはオープニングイベントが開かれましたこれは沼津市の中心市街地のまちづくり戦略オープン沼津の一環として行われ沼津駅南口の車道の一部に木製のベンチやテーブルなどを置いてパークレットという人々がくつろげる空間が設けられています市によりますとパークレットは今後1年半ほど設置される予定です